親友、マブダチ、そんな言葉を口にしていたのはもうだいぶガキの頃の話だ。誰もがきっと持っているはずだ、あの頃の親友たちとした約束を。そして俺は、誰もが街を逃げ出し始めた朝、全く見当外れに、あいつらが覚えているわけもない約束を果たそうとしてた。おい、たかし、マジ出てこいって。もう行くと思ってる場合じゃねえんだよ。なんで今なんだよ。ずっと来なかったのに。知ってたんだろ、俺が引きこもりになってんの。たかし、聞いてるか。俺今穴基地にいるぞ。覚えてんだろ、俺とお前と寮でした約束。俺ずっとここで待ってるから。俺があいつらにやられてこのまま死んだらお前のせいだからな。寮、お前死亡が確認されて、ある程度時間が経った方の遺体が消えた、あるいは死亡した方が安置されていたのとは別の場所で目撃されたというメール。たかし、覚えてんだろ、あの約束だよ。寮の野郎もやっと来やがったから、お前のこと二人で待ってるからさ。だからもう一回だけ外出て遊ぼうよ。ドミホッコしようぜ。